どうも高木です。営業職で大きな差を味わうのは話し上手な人が9割。この本に載ってる内容ですが、営業において話し上手な人が陥る大きな間違いというのがあります。それはお客さんの前でいきなりセールストークをして自分自身の持っている商品を売りつけようとしてしまう行為。それは一見、いやいやありえないでしょうって見ているあなた自身も思うことなんでしょうけど、あることなんですよ。持ってる商品を売らなきゃいけないというノルマがある。で、俺のセールストークだったら絶対に売れるっていうふうに話し上手な人は思い込んでいる。その人がお客さんの前でセールストークをする、それ自体は絶対にうまくなって売れるぞっていう話し上手の人の頭の中にある価値観なんです。しかしお客さんはこの人を初めて見るし、いきなり商品売りつけられるし、嫌だな嫌いだなって断りたくなるし、売ってほしくないわけです。会社からは失敗しようが断られてからが勝負だって言われるわけですね。ただ勝負してもお客さんはますますその人のことを嫌いなだけなので、そういう場合は早急に撤退しなきゃいけません。撤退して次に学ぶのがセールストーク集だとかセールスマニュアル、もしくはこういう本とかね、営業本っていうのを学ぶんだけど、いい本に巡り合えたらいいんですけど、ほとんどの場合はセールストークの書いてある本です。でセールストークをそのまま丸暗記して使ったとしても、やはり売りつけられてるわけですから嫌いになりますよね。負のスパイラルに陥るわけです。そこでこの本は、口下手な人にそのことを学びなさいっていう。口下手な人はお客さんに売りつけるってことはせずに、むしろお客さんの悩みを聞くという、そこから始めている。で、口下手な人にそれほど学びなさいっていう内容がある。話の上手い人というのは人に話を聞くというよりかは話して売るっていうセールストークのことしか頭にないので、この本はある意味いい薬になるかもしれませんね。で、どんな風に聞いたらいいのってなると思うんで、そういう場合は私が以前作ったコンテンツ、9割の人が理解していない、聞き上手の人がやっているシンプルな話し方、そちらをご視聴ください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。